あ、すいません、ここでもう一つ質問があります、なるみちゃん、はい、どういうランジェリー、どういうデザインの感じが男受けするのかなって、いや、でも男の人はやっぱり、まあ、これも個人的な集計なんですけど、うん、周りの方にちょっとこうランジェリーの男の人の意見もちょっと聞いてたりするんですけど、あ、そうなんや、やっぱりティーバッグは絶対ないよ、やっぱ結構な割合で皆さんお好きと、そう、じゃあ私今まで何十年もティーバッグは着ませんのでこの機会にぜひ、そうなんや、そうそうそう、ティーバッグはやっぱりマストって言った、男性はティーバッグ好きなんや、うん、まあそうなんや、ぽい、まあでも分かる分かる、男性はそうだね、あと白が好き、白？そう、意外とね白が好きって人多いのよ、え、黒とか赤とかのイメージあるよ、そうそうそう、白なの、白やね、結構意外と真っ白っていうよりは、まあ、ちょっとなんていうかな、お上品な色とかっていうか、真っ白オフホワイト系というか、ちょっとそうそうそう、ちょっとベージュみたいな感じな感じが好きって言ってる人も結構多いと思う、意外、意外やろ、めっちゃ意外、普通にさ黒とかさっきのあのプラムみたいな、うんうんうん、ちょっとね、うん、グラ上品な色が好きかと思ってた、うん、そういう方も多分いらっしゃると思う、まあ、もちろんもちろんね、みんなそれぞれな意見やねんけど、白が結構多い、多い、1枚も持ってませんね私、全部男気やばいやいやでも仕事してるとさ、でもベージュ多くなるやん、まあまあね、まあ、まあもちろん普段もさ気にせへんかったらちょっとベージュ仕事ないのにつけてしまって、あっていう時もあるやん楽やしさ、いや忘れとくはあるよな、あったこれは仕事のね、うん、まあまあ仕事上リサコラはしゃあないけどさ、モデルの仕事とかね、衣装着なあかん人らはベージュが多いですけど、ほんでデザインとか、デザインはね、でもやっぱレースは鉄板やし、まあ、それはね、なんかなと思います。で、やっぱ柄物とかなんかあるやんか、今花柄とか、女性から見たらすごい可愛いけど、うんうん、男性受けはあんましない。そうね、そこはちょっとまあシンプルがいいんじゃないかなと思うけど、まあ、ここはね男性女性の好みが分かれるから。基本違うもんな、女性から見る可愛いと男性が見る可愛い、だから女性が見るエロいと、うん、男性から見るエロいは全然違うっていうのが、そうなんよ、今聞いただけでもすごい分かった、うん、皆さん、はい、参考になりましたか、男性受けするなら、なレース、レースで、まあ、T ショーツ、 T ショーツ、あとは白ですね、ホワイト、ホワイト系が、系がお好きと、まあ、黒とかもね、多分鉄板でいいと思うけど、まあまあそうですね、多分体が綺麗に見えるんじゃないかな、なんか、あー、白そうかもしれない、確かに、そうそうそう、肌なじみもいいし、黒より、うん、なるほど、っていうことでございました、私も今日ね、もう2時間ぐらい喋ってるんですけどそうね、もう2時間ぐらい喋ってるめっちゃ参考になった参考になりました、でもすぐ、はい、もちろんなるみちゃんランジェリーも買うし、自分のランジェリーも改めてちょっと、はい、変えてみようと慎重ね思いました、はい、っていうかなるみちゃんってなんでそもそも、うん、まあ、ファッションモデルやったわけじゃないですか、はいはい、まあ、もちろん今ファッションもしてると思うんですけど、うん、なんでランジェリーにランジェリーモデルをやろうと思ったんですか、ね、それがまたこのいきさつも結構特殊だと思うんですけど、その前入ってた事務所さんのところで、最初はこう経験をさ詰めよう、うん、なんか先輩がいて、うん、その先輩のお仕事をこう見たりとか、誰も教えてもらえる人がおらんから、うんうんうん、でその事務所にいた時の先輩がランジェリーのモデルをされてて、でそこから勉強し始めたから、本当に最初のお仕事がランジェリーやと思う、そうなんや、でそっから、そうなんや、そう、もう13年以上ランジェリーのモデルをさせてもらって、いろんな企業さんで、すごい、え、モデルになってからなんだよ、モデルになって14年目かな、からやってるから、まあ、もちろんリサコよりかは先輩やねんけど、リサコ今年で10年目とかやねんけど、うんうんうん、遅かったからね、うん、だって見てたからね、なるみちゃんがあのギャル雑誌で出る時も、いや見てたよ、はい、うちも見てたよ、いやリサコあったから、いやでそっからもう14年、うん、14年それはもうこんなランジェリーの思いが今日めちゃくちゃ伝わったけど、そういうことなんや、すごいから、ナイスバディですから、私今持ってない、でもさ、その胸のケアとかもやっぱしてるの？胸のケアは、まあ、いろんなことを試して、先輩に聞いたり、雑誌で調べたり、ネットで調べたりとか、いろんなことがあったけど、やっぱ過度にやりすぎずに、
ホームケア、自分でやるケアと、あとはサロンさん、月に1回とか。あ、やっぱりちゃんと言ってるよね。やっぱ、こう、ケアしてもらったりとか。本当にそれぐらいでいいと思う。あとはやっぱ自分に合ったランジェリーを常につけて、うん、こう、寄るように意識、そうそうそう、肉をこう真ん中に中央に寄せるように意識させるっていうことが大切っていうことでした。なるみちゃんのこのさプロデュースしたランジェリーって、はい、ネット販売もあるし、そうウェブ販売もあって、あと手に取って実際見ていただける店舗としては、竹下通りにある原宿の、ペティットグラム原宿店さんに今置かせてもらって、そこで実際手に取って見ていただけたりとか試着もしていただけるのでぜひご覧ください。はい、さっきね行ってきたんですけど、なるみちゃんがいっぱいいた写真がマネキンも来てくれてる、マネキンも来てくれてる、うん、まあ、実際試着する方がね、もしかしたらね、もっとより分かりやすくなるかも、分かりやすいじゃないですか。はい、お店の詳細は概要欄をご覧ください。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今日はですね、なるみちゃんに来ていただいて、ランジェリーのいろんなことを聞いて、自分の胸のお悩みや皆さんからのご意見番も答えていただいたと思います。参考になれば嬉しいです。で、決して PR だったり案件じゃございませんのでご了承ください、はい、それではチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。グッドボタンでグッドボタンで余興じゃグッドボタンよろしくお願いします。しま、またね、またなるみちゃんも出てもらいましょう。お願いします。